1949年のコース1949年のルマン24時間レースは17回目のルマン24時間レースであり、1949年6月25日から6月26日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。第二次世界大戦は1945年に終わったもののヨーロッパ諸国は社会的、経済的に大きな痛手を受け、 レースが行われるまでになるには、それなりの年月を必要とし、ルマン24時間レースの場合は1949年が戦後初の開催となった。1939年のルマン24時間レースまでは、市販スポーツカーとして、カタログに掲載された自動車でないと出場できなかった。しかし戦後のレース再開に際して市販車に限定しては台数を集められる目処が立たなかったため、 フランス西部自動車クラブは給与の策としてスポーツカーとして市販される前段階の市販計画中の車両の出場を認めることにした。これはプロトタイプカーと呼ばれ、トー類、フロントガラス、トランクスペース、スペアタイヤ搭載などの装備が義務付けられ、公認されたメーカーが作成し、所属する国のレース統括団体が確認書を出している必要がある。 この条項制定当初は暫定措置と考えられており、多数のメーカーが戦闘力のある車両を実際に市販する中で削除されるはずであったが、しかしこの後すぐに市販計画中は建前となり、有力チームが多額の開発費を費やして一品製品として作るレーシングカーが優勝を争うようになった。出走したのは十九台。戦前の弱小メーカーはほとんど、 姿を消し、ドライエや部楽器といった名門も例外ではなかった。フェラーリがわずか 1995cc の 166mm で初出場した。完走したのは19台。記録こそ振るわなかったが、ルイジ・キネッティ、セルズドン男爵ピーター・ミッチェルトムソン組のフェラーリ166。 MM が24時間で 3178.279km を平均速度時速 132.420km で走って優勝した。ありがとうございます。